我らの一団と彼。石川卓木こちらは LibriVox です。LibriVox の録音はすべてパブリックドメインです。ボランティアについてなど、詳しくはサイトをご覧ください。URL LibriVox.org。1人が大勢集まっていると、おのずからその間に色分けができてくる。 いいわゆるる。党派というものが生まれるこれは何も珍しいことではないが、私のこの間までいた T 新聞の社会記者の中にもそれがあった。はじめから主義とか意見とかを立てて、その下に集まったというでもなく、また誰もそんなものを立てようとするものもなかったが、ただいつからとなく五六人の不平連が、 お互いに近づいて不思議に気があってそして一種の空気を作ってしまったのだ。まずしげしげ往来をする遠慮のない話をする内職のやす著述の分け合いをする時々は誘い合ってどっかに集まって飲むそれだけのことに過ぎないがこのどっかに集まって飲む時がおそらく 我々の最も得意な、最も楽しい時だった。気の受けるものはいず、酒には弱し、すぐもう調子よく酔ってきて、勝手な熱を吹いては夜更かしをしたものだ。何のかのと言って騒いでるうちには、きっと車中の噂わさが出る。すると誰かが赤く充血した、そのくせ、どっかとろんとした目で一座を見回しながら、 公害演説でもするような口調で、我が党の死は大いにやらにはいかんぞ、などと言い出す。何をやらにはいかんのか、はたから聞いては一向わからないが、座中の者にはよくわかった。少なくともその言葉の表している感情だけはわかった。大いにしかり、とか、やるともとか、即座に同意してしまう。さあ、こうなると大変で、 どれもこれも火の出るような顔を突き出して、明日にも自分らの手で、社の改革を成し遂げてみせるようなことを言う。平成から気の合わない同僚を、犬だの、ばいきんだの、張り子だの、ビール瓶だのといろいろあだ名をつけて、クソみそに罵倒する。一人が小皿の縁を箸で叩きつけて、一体社では、 真摯を偶するの道を知らん。あんな貧亭の下劣なやつらと一緒にされちゃはなはだ困る。と力み出すと、一人はあぐらをかいた股の間へ手破りを抱え込んで、それでも足らずにじりじりとにじり出しながら、そうじゃ、いたずらに筆をもとや遊んで食を盗む。のう、文明の盗賊とはやつらのこっちゃ。 社会の毒虫じゃ。我が輩不憫といえどもやつらよりはまだ高潔な心を持っとる。学問をせなんだ者はまことにしようがないな。と酒臭い息を吹いてそれに応ずる。そして我々はいつ誰が言い出したともなく自分らの一団を学問党と呼んでいた。もっとも酔いが覚めて翌日になって。 出勤すると、嵐のあくる朝と同じことで、まるで様子が違った。誰を見ても、ケロリルと忘れたような顔をして、済ましている。昨夜は、愉快じゃったな、とたまに話しかけてみても、相手はただ、うむ、と言って、妙な笑い方をして見せるくらいのことだ。命令が出ると、どこへでも早速飛び出していった。悪い顔をする者も,もなければ、 怠けるものものなかった他の同僚に対しても同じでことさらに軽蔑するの口をきかぬのということはしないただ少し冷淡だというにすぎないが何かしらことがあると連中のうちで紙片を丸めたのを投げてやって目と目を見合わせて笑うとかふいに背中をどやしつけてそれにかこづけて 高笑いいをするぐらいのことはやった育児がないといえばそれまでだがこれはしかしそうあるべきはずだった反対派といったところで何も先方がこちらに対抗する党派を結んでいたというでもないいわば我々の方で勝手に敵にしていただけの話だ自分らが自分らの意見を行う地位にいないというほかには者に対してだって別に 大したた不平を持っていいののでもないのだから。それにこれはあまり人聞きのいいことではないが T 新聞は他の社より月給や手当の割がずっとよかったこの「わが党の詩」の中に高橋彦太郎という記者があった我々の間では年長者の方でもう3 1人の年齢をしていたが私よりは 2 3ヶ月遅れて入社したた男だったまず履歴から言うと今の Y 大学がまだ専門学校と言っていた頃の卒業生で卒業すると間もなく中学教師になり1年ばかり東北の方に行っていたらしいそれから東京へ帰ってきてある政治雑誌の記者になり実業家の手代になりとうとう新聞会に入って私の社へ来るまでに 二つ三つの新聞を歩いた。ざっとこんなものだが、詳しいことは実は私も知らない。一体に自分に関した話はなるべく避けてしないふうの男だった。が何かのついでに経済上の苦しみだけは学生時代からずいぶんなめたようなことを言ったことがある。地方へ教師になったのは恩のある母、たぶん警部だったろう。 を養うためで、それが死んだから、早速東京へ帰ったのだという話も聞いたように記憶している。細君もあり、子供も三人かあったが、どこでどうして結婚したのか、それは少しもわからない。こちらから聞いてみても、そんなくだらぬ話をするやつがあるものか、というような顔をして、点で相手にならなかった。第一我々の仲間で、 その君を見たというものは一人もない。うもは人な郊外のしかも池袋の停車場から十丁もあるというところに住んでいて人を誘って行くこともなければまたいくら進めてももっと近いところへは引っ越してこなかった最初半年ばかりは車中にこれという親友もできたらしく見えなかったどっちかといえば口が重くそれにあまり人付きのする風鎖でもないところへ 自分でも進んで友を求めるというような風はなかった。高橋さんと社会部の編集長が呼ぶと、黙って立ってその前へ行く。はいと言って命令を聞き取る。上等兵か何かが上官の前に出た時のようだ。渡された通信の原稿を受け取ってきて、一通り目を通す。それから出かけていく。せくでもない、せかぬでもない。他の者の,のように、 なんだつまらないというような顔をすることもなければ目を輝かして獲物を見つけた猟犬のように飛び出していくこともない電話口で交換手に怒鳴りつけることもなければあつらえた弁当が遅いと言って給仕に剣竹を食らわせることもないそして帰ってきて各原稿は若い記者のよくやるような頭っぱりばかり強くて結末に言って 気の抜けるようなことはなくおとなしい字でどんな事件でも相応に容量を書きこなしてあるがその代わりこれという新しみも奇抜なところもないまず誰が見てもよなれた記者の筆だ書いてしまうと片膝を両手で抱いて盆の窪を椅子の背にのせてところどころから伝統の縄のつり下がったタバコの煙で た天井をどこということなしに眺めている。話をすることもあるが、話の中心になることはない。なおさら、子供じみた手柄話などをすることはなかった。つまり、一口に言えば、何一つ人の目を引くようなところのない、あるいはしない男だった。私もこの高橋に対しては、平然あまり注意を払っていなかった。 同じ編集局にいて、同じ社会部に属していたからには、無論、毎日のように言葉は交わした。がそれは、ただ通り一遍の話で、相手を特に面白い男とか、嫌な男とか思うような機会は一度もなかった。これは一人、私ばかりでもなかったらしい。ところがあるとき、例の連中、その頃ようやく、親しくなりかけたばかりだったが、 があるところに落ち合って、いろいろの話の末に、車中の誰彼の棚卸しを始めた。まず上の方から、羽振りのいいものから、何十人の名が耐えて我々の口に上った。その中に高橋の噂も出た。おい、あの高橋という奴な。あいつもなんだか変な奴だぜ、と一人が言った。そうじゃのう。僕もあいつについちゃ考えとるんじゃが。 一体、あの男は、あのままなんか、それとも高く止まってるんか。高く止まってるんでもないね、と他の一人が言った。どうもそうではないようだね。あれで、なかなか親切なところがあるよ。僕はこの間の赤十字の総会に、高橋と一緒に行ったがね。最初の一人は、それはあいつはいろんなことを知っとるぜ。いつか、神崎老人と、 節分の話か何かはしとった。そうじゃ、僕も聞いとった。何しろ、あの男は一癖あるな。大地ま、あの面を見。ポカンとして人の話を聞いとるが、なかなか、油断ならぬ人相があるんじゃ。こう言ったのは、剣持という男だった。皆は声を合わせて笑ったが、心心に自分の目に映っている高橋の風采を思い浮かべてみた。 中の日本人にしては色の黒い少しの優しみもないほどに角ばった顔で濃いほおひげを剃った跡がいつでも青かったそしてその目が私は大地にその目を思い出したので小さい鋭い目だったそして言った「一癖はあるね確かに」しかしそれは言うまでもなくほんのその時の思いつきだった剣持ちは下り顔になって 僕はな、以前から高橋を注意人物にしとったんじゃ。まず言うとな、あの男には二つの取り柄がある。おべっかを使わんのが一つじゃ。なかなかがんとしたところがある。それから我々新聞記者の通幣たる自己広告をせんこっちゃ。高橋のべちゃくちゃしゃべりおるのは聞いたことがないじゃろう。ところがじゃ。 僕の経験によると、ああした外観の人間には二種類ある。大地は荒れっきりのやつじゃ。顔ばかり偉そうでも中身のないやつじゃ。自己広告をせなんだり、おべっかを使わなんだりするのは、そんなことする才能がないからなんじゃ。いわゆる見かけ倒しというやつっちゃな。それから第二話じゃ。こやつは始末に応えん。 一言にして言うと、謀反人じゃな。何かしら身分不相応な待望を持っとる。そうして常に形勢を伺うとる。僕のふるさとの中学に体操教師があってな。そやつが体操教師のくせに、後になってわかったが、校長の椅子を狙っとったんじゃ。嘘のようじゃが、嘘じゃない。ある時、その校長の悪口が、土地の新聞に出た。 んでも下車を払ましたとか言うんじゃすると例の教師が体操の時間に僕らを山に連れて行って大きな松の木の下に円陣を作らしてななんだか様子が違うわいと思っとると平勢とはまるで別人のような能弁でもって公害激烈な演説を追っ始めたんじゃ。君たち四年級はその時四年級じゃった。 この学校の正規の中心じゃから、現代教育界の腐敗を覚醒するために、ストライクをやれちゅうんじゃ。やったんか。やった。そして一か月の転役じゃ。体操の教師は免職よ。そやつがよ、どっか思い出してみると、高橋に似とるんじゃ。すると何か、あの高橋も何か待望を抱いているというのか。あえてそうじゃない。あえてそうじゃないが、 しかし、似とるんじゃ。実に似とるんじゃ。高橋がよく、煙草の煙をふっと天井に吹いとるな。あれまで似とるんじゃ。その、教師の話は面白いな。しかし、剣持ちの分類はまだ足らん。最初、高橋の噂を持ち出した、安井というのが言った。あんな風の男には、まだ一つの種類がある。それはな。 外ではあんな具合に一癖ありそうに構えとるが、家へ帰ると細君の前に頭が上がらんやつよ。しょっちゅう尻に引かれて、本人もまたそれを喜んでるんさ。愛情が細やかだとか、なんとか言ってな。ああしてしかつべらしい顔をしとるときも、んぞ知らん細君の機嫌をとる工夫をしとるのかもしれんぞ。これには皆吹き出してしまった。 ただに吹き出したばかりでなく待望を抱いているという剣持の観察よりも毎日顔を合わせながら別に高橋に敬意を持っていたでもない我々にはかえって安いのこのでたらめが事実に近い想像のようにも思われた。が翌日になってみると剣持の話した体操教師の話が不思議にも私の心に刻みつけられたように残っていた。 それは、私自身も剣持ちと同じく半分は教師の先導で中学時代にストライキをやった経験を持っていたためだったかもしれないなんだかその教師が懐かしかったそしてそれに関連しておのずと同僚高橋の挙動に注意するようになった四五日経つとその月の社会部会の開かれる日が来た我々の一団は 会議などになると、妙に皆沈黙を守っている方だった。で、その日も、編集長の持ち出した3つか4つの議案は、何の意義もなく30分かそこらの間に通過してしまった。その議案の中には、近頃、社会部の出勤時間がだんだん遅れて、11時ないし12時になったが、今後、昼の勤務にあたっているものは、午前9時までに、 そういなく出社することという一課状もあった。会議が済むと皆どやどやと椅子を離れた。そして靴音を騒がしく編集局に入っていった。我々も一緒に立った。がいつもの癖で立った機会にあくびをしたり伸びをしたりして二三人会議室の中に残った。するともう一人我々のほかに残ったものがあった。高橋だ。 やはり皆と一緒に立ったが、そのまま窓際へ行って、何を見るのか、じっと外をのぞいている。安井は、廊下の静かになるのを待ちかねたように、すぐまた腰をかけて、今日の会議はいつもよりも、ちっと育児がなさすぎたのう。なぜ君が黙っとったんじゃ。剣持ちはそう言って、ちらっと高橋の後ろ姿を見た。そしてすぐ、 もし君に何か言いたいことがあったならじゃ。大いにある。僕みたいなものが言い出したって何が始まるかい。始まるさ。何でも始まる。これでも賢いぞ。心細いことを言うのしかしまあ考えてみ第一般の締め切りが何時 ?5 時だろう。午前9時に出てきて何の用があるだろう。10時、11時、12時。8時間あるぞ。 今は昔と違ってな、車もあれば電車もある、乗ったことはないが自動車もある世の中だ。高橋君、私は巻きタバコへ火をつけて、こう呼んでみた。安井はふっと言葉を切った。うむ、と言って高橋は顔だけこちらへねじむけた。その顔を一目見て私は、何を見ていたのでもないのだ、と思った。そして、今の決議は、 我々、朝寝坊には、だいぶ答えるんだ。九時というと、僕なんかまだ、床の中で新聞を読んでいる時間だからね。僕も朝寝はする。そう言って、静かに私の方へ歩いてきた。なんとか次の言葉が出るだろうと思って待ったが、高橋はそれっきり口をつぐんで、黙って私の顔を見ている。仕方がないから。この間、うちの新聞の社説に、 電車会社が営業物件を虐待するって書いてあったが、僕らだって同じじゃないか。朝の九時から来て、第二班の締め切りまでいるとかれこれ十時間からの勤務だ。いんい、外交に出たら家へ寄ってゆっくり昼寝をしてくれば同じこった。これが彼の答えだった。剣持ちは探りでも入れるように。僕はまた、高橋君が、 何とか意見を述べてくれるじゃろうと思うとった。僕が僕はそんな柄じゃない。なに、これもやっぱり、本主と労働者の関係さ。一方は、なるべく楽をしようとするし、一方は、なるべく多く働かせようとするし、この社に限ったことじゃないからね。どれ、言って弁当でも食らおう。そして、入口の方へ歩き出しながら、一人ごとのように、 金のないものは、どこでも負けているさ。あとには三人妙な目つきをして、顔を見合わせた。が、その日の夕方、剣持と私と連れ立って帰るとき、玄関まで来ると、一足先に帰ったはずの高橋が、便所から出てきた。どうだ、飲みに行かんか。突然に私はそう言った。すると、そうだね、いいね、と向こうもすぐ答えた。一緒に歩きながら、 高橋の様子は、なんとなくそういう機会を得たことを喜んでいるようにも見えた。そして彼は、少し飲んでも赤くなるくせに、いくら飲んでも平然とあまり違ったところを見せない男だった。飲んでは話し、飲んでは話し,して、私などは二度ばかりも酔いが冷めかけた。それでも話は尽きなかった。いざ帰ろうとなった時は、もう夜がだいぶ更けて、 例の池袋の田舎にいる高橋には乗っていくべき汽車も電車もない時刻だった。また車の宿直の厄介になるかな、と彼はことも投げに行った。家へ帰らぬことを少しも気にしていないような様子だった。僕んとこへ行かんか。止めるか。止めるとも。よし行く。その晩彼はとうとう私の家に泊まった。 ショー終わりこの録音はパブリックドメインです LibriVox.org のために録音されました2かくして高橋彦太郎は我々の一団に入ってきたいや入ってきたというは適切でないこちらからちょっかいを出して引き入れてしまったまず 私の目についたのは、それから高橋の様子の何ということなしにキンキンとしていることであった。どこはどうと取り立てて言うほどのことはなかったが、またそれほど感情を表す男ではなかったが、同じ膝頭を抱いて天井を眺めているにしても、その顔のどこかに世の中に張り合いができたとでもいうような表情が隠れていた。私はそれをある探検家が 知らぬ土地に踏み込んでいて、ここをこう行けば、あそこへ出るというような見当をつけて、そしてそれにそ違いのないことをそっと確かめた上で、一人で楽しんでいるようなものだろうと思っていた。あまりそぐわぬ比喩のようだが、そのころ高橋が我々と一緒に飲みに行って、おまけに私の家へまで泊まったのを、彼自身にしてはきっと何か、 探検をするような心持ちだったろうと私は忖度していたのだ。がそんな様子は一月か二月の間にはいつとなく消えて亡くなってしまった。これは私がそんな様子を見慣れてしまったのかないしは高橋自身そんな気持ちに慣れてしまったのかそこはよくわからない。とにかく見たところ以前の高橋に帰ってしまった。 しかしそれかといって我々と彼との間にできた新しい関係にはこれという変化も来なかった。というよりも初めは互いに保留していた多少の遠慮も日を経るとともになくなっていった。そしてまず最初にこの侵入者に対する各位を失ったのは各く私だった。私はなぜか高橋が好きだった。親しくなるにつれて 高橋のいろいろな性癖が我々の目についた。それは大体において今までに我々の身もしくは想像していたところと違わなかった。彼は孤独を愛する男だった。長い間不遇の境地に戦ってきた人という趣がどこかにあった。彼は道を歩くにも一人の方を好んだ。そして無論あまり人を訪問する方ではなかった。 が時とすると、二晩も三晩も続けて訪ねてくることもあった。そういう時彼は何かしら求めていた。ただ、その何であるかが我々に分からぬ場合が多かった。それから彼は平然の口の少ないに似合わず、よく調子よくしゃべり出すことがあった。そしてそれには随分変わった特徴があった。例えば我々が 我々の従事している新聞の紙面をいかに改良すべきかまたは社会部の組織をいかに改造すべきかについてめいめい意見を言い合うとする。高橋も初めはちょくちょく口を聞いているがいつと話なしに口をつぐんでしまってタバコをぷかぷかふかしながら話す者の顔を変わるがある無遠慮に眺めているかさもなければごろりと仰向けに寝てしまう。 この仰向けに寝て、聞くでもなく、聞かぬでもなく、人の話を聞いているのが、彼の一つの癖だった。そして皆があらましい思うことを言ってしまった頃に、ひょくと起きて、それは夢だ。今からそんなことを言っていると、我々の時代が来るまでには、いい加減飽きてしまうぞ、というようなことを言う。その、いわゆる我々の時代の、まだまだ来ないこと、おそらくは、 永久に来る時のない言葉は、我々もよく知っていた。我々も、もう野心家の教師におだてられて、ストライキをやるような弱いではなかった。が、高橋にそう言われると、不思議なことには、なるほどそうだった、というような気になった。つまり高橋は、走ってくる犬に石でも放りつけるように、うまく頃合いを図って言葉を挟むから、 それで我々の心に当たるのだ。そして妙に一種の考えを催してくる。それを見て高橋は、母、母と格別、おかしくもなさそうに笑う。一体高橋には人の意表に出ようとしていたのか、あるいはそれが彼の癖だったのかわからないが、人が何か言うと結末になってひょいと口を入れて、それをいくら返してしまうような。 反そのくせそれが必ずしも彼の本心でないような場合が多かった。社の同僚に大坂という男があってその嫌みたっぷりな卑しい唾でも引っ掛けてやりたいような調子が常に我々の連中から汚いものかなんぞのように取り扱われていた。ある時安井がそいつから「君はいつでも背広ばかり着ているが」 いくら新聞記者でも人を訪問する時には相当の礼儀が必要じゃ。僕なんか貧乏はしちょるが洋服は五通り持っとる。と言われたと言ってひどく憤慨していたので我々もそれにつれて大阪の悪口を言い出した。すると黙って聞いていた高橋はひょいと水差しの薪タバコを遠くの火鉢へ投げ込んで僕はしかしさほどにも思わないね。 いかにも無造作な調子で言った。なぜと剣持ちは叱るように言った。なぜって、君、大阪にはあれで、なかなか可愛いところがあるよ。安井は少し向きになって。君はああいう男が好きか。好き嫌いは別問題さ。だが君らのように言うと、第一、まあ、大阪と同じ社にいるのは矛盾になるよ。それほどあいつが共に、 弱いすべからざるやつならばだ。まあ、どっちにしても僕はいいがね。そう言って、何と思ったか、ごろりと横になってしまった。よくはないさ、聞こう聞こう。安いは、追っかけるように言った。君がなぜあんなやつを救うんか、それを聞こう。高橋は、ちょっとの間、ちょうど安井の言葉が耳に入らなかったように、返事もしなければ、見動きもしなかった。 なぜ、こう、人の言うことに反対するだろう。私はそう思った。すると、バネ仕掛けみたいにむくりと置き換って、皮肉な目つきをして、我々の顔を一当たり見渡した。そして、言ってもいいがね、言うから、それじゃあ、しまいまで聞きたまえ、いいかね。君らは、何と言うか知らないが、無邪気ということは、悪徳じゃないね。褒めるべきことでは決してないが、 しかし、悪徳じゃないね、いいかね。大坂は無邪気な男だよ。実に無邪気な男だよ。それはそうさ、しかし、と私は言おうとした。高橋は鋭い一別を私に与えて、例えばだ、社で誰が一番給仕に怒鳴りつけるかというと、政治部の高見と僕らの方の大坂だ。高見君はあれや、 鉛筆が削っても削っても折れると言って小刀を床に叩きつける感ん持ちだからしようがないが大阪のまああの声は何という声だえそれにあの格好よまるで九十を噛み殺してしまいそうだそうしてその後でもってすぐ○○だとか三角三角だとかすべて自分より上のものに向かうとあの通りだ世の中には ずいぶん見えすいた機嫌の取り方をするものもあるが、あんなのはめったにないよ。旗で見ていて、唾を引っ掛けたくなる。それに、暇さえあれば我々の間を回って歩いて、あの通り、放感じみたことを言う。かと思うとまた、機械さえあれば、例の字が自賛だ。でなければ何さ、それ、我々近代人と来るさ。ははは。<laughs> 一体あいつは、 今の文学者連中と交際しているのがよっぽど得意なんだね。そしてそいつらの口まねをして一人でエツに言ってるんだ。インバイフがなじみ客に上司を責められて逃げ出すところを後ろから切りつけられた記事へ「個人意識の強い近代的女性の標本だ」と書いた時は「僕も思わず吹き出したね」ね。ところがだ考えてみると。 それが皆僕の前提を肯定する材料になる。無邪気でなくて誰があんな真似ができる。我々自身を変えてみるがいい。我々だっていつでも大阪をクソミソにけなしているが、そこの底を割ってみればあいつと同じじゃないか。下の者には何も遠慮する必要がない。上の者には本意不本意にかかわらず、多少の敬意を表しておく。 これは人情だ。同時に書生の情則だよ。同僚にだってそうだ。誰だって悪く言われたくはないさ。また自分の手柄は君らにしろ、無論僕にしろ、なるべく多くの人に知らしたいものだよ。流行り言葉も使ってみたしな。ただ違うのは、その同じ心を大阪が一尺に発表するときに、我々は一寸か二寸で済ましておくだけのことだ。 なぜその違いが起こるかというと、要するに大阪が実に無邪気な人間だというに気する。いわゆる天真爛漫というやつさ。そうしてだね、なぜ我々がその同じ心を大阪のように十分、もしくは十分以上に発表することをあえてしないかというと、これは要するに何の理由か知らないが、とにかく我々には自分で自分に気恥ずかしく、 そんんななことができないんだそしてその理由はというと、ここではっきり説明はできないがね、正直にまあ自分の心に問うて見たまえ、決してあまり高尚な理由ではないぜ。君は無邪気無邪気って言うが、君の言うのは筆胸カルチャーの問題なんじゃ。剣持ちは下り顔になって言った。そうじゃないか、カルチャーと人格の問題よ。 そこが学問党と非学問党の分かれるところなんじゃ。すると何か人格という言葉はあまり抽象的な言葉だからしばらく預かるとしてカルチャーということだね。つまるところカルチャーがあるということと事故を欺く少なくとも事故を倒壊するということと同じか高橋君安井が横合いから話を奪って君は無邪気は 悪徳だとか悪徳でないとか言うが、そんなことは我々に全く不必要じゃないか。我々の言っとったのは善悪の問題じゃない、好悪の問題だよ。大阪のやつの性質が無邪気であるにしろ、ないにしろ、とにかくやつの一挙一動に現れるところが我々の気に食わん。頭の先から足の先まで気に食わん。気に食わんから気に食わんというに、 何の不思議もないじゃないか。それがさ、ああ、面倒くさいな。まあ、考えてみるさ。気に食わんから気に食わんというに何の不思議はない。それは、我々が我々の感情を発表するに何の拘束もいらんということだ。それもいいさ。しかし、発表したってどうなる。いいかね。君はまさか大坂がいくら気に食わんだって、それでもって、 大阪と同じ火のもとに同じ空気を吸ってることまでどうかしようとは思わんだろう。現に同じ社にいる。同じ社会部に属している。誰だってあんな奴と一緒に生きているのが嫌だと言って死ぬばかはないさ。先方を殺すものもない。そう言うと大げさだが、実際我々が感情の命令によってどれだけ諸世の方針を変えていいかは。 よくわかってる話じゃないか。大阪が昨日自分の方が先に言いつけたのに、なぜ他の用を先にしたと言って、救助をいじめていたっけが、感情を発表するに正直だという点では、我々は遠く大阪に及ばないよ。そうだろう。もしその大阪が我々の抱きすべき人間ならばだ。我々の今のような言動を同時に抱きしなくっちゃならんじゃないか。 あんな奴のい口を聞くより、何かもう少し気の利いた話題はないもんかねえ。高橋は一座を見回した。我々は誰も皆少し煙に巻かれたような顔をしていた。それはそうさ、話題はいくらでもあるが、しかしいいじゃないか。我々は何も大阪を攻撃して心よしとするんじゃない。いわば座教だものと私は言った。座教さ、無論。 それは僕だってわかっててかるよ。僕は言ったんだってやはり座教だよ。故意に君らを攻撃したんじゃないよ。こいつは随分皮肉にできてる男さね。つまり君の言うのは平凡主義さ。それはそうだよ。人間なんて君そんなにめいめい違ってるもんじゃないからね。安井は妙なところで折れてしまった。一人剣持だけはまだ何か穏やかでない目つきをしていた。 ははははと高橋は取ってつけたように冗談らしい笑い方をした。しかし僕は喋ったね僕はこんなに喋ることはめったにないぜ。しかし実を言うと大阪は僕も嫌いだよ。あんな下劣なやつはないからねそうだろう。安井は得意になった。君もなんだねずいぶんあいつを虐待しとるの大阪がブクブク太った体を。 足音を盗むようにして運んできて、不格好な鼻に鼻眼鏡を載せた顔で覗き込むようにしながら、君の記者の記事には大いに敬服しましたよ。M 新聞で書い取るのなんかちっともなっちょらん。さっきあそこの社会部長に会ったから少し僕らの方の記事を読んでみてくださいと言ってやった。などと言うと高橋はまずしげしげ相手の顔を見て、 それから、そっぽを向いて、いくらでも勝手に、契福してくれたまえ、といったような言い方をするのが常だった。私は、横合いから口を出して、君は一体、人に反対するときに限って、能弁になる癖があるね。よっぽどつむじ曲がりだと見える。よく反対したがるからね。そうじゃないさ、そうだよ。僕は公平なんさ。ものにはすべて、一く一室ありってね。 小学校にいいいる頃かか。ら聞いたんじゃないか両面から論じなくちゃ議論の成功は得られない。嘘をつけ。嘘なもんか。と言うとまた喧嘩になるか。もっともそういうところもあるね。僕にはね、人が何か言うと自分で何か考える時でもそうだがすぐそれを別の立場に移して考える癖があるんだ。その結果が時として好んで人に反対するように見えるかもしれない。 それはどっちが正直でいい言葉か。僕はいつでも正直だよ。しかし正直でも不正直でもいいじゃないか。君は一体あまり単純だから困るよ。ここにいる連中はどれだって多少不穏な人間どもには違いないが、なかんづく不穏なのは君だよ。人の言葉をいちいち正直か不正直か決めてかかろうとするし、言ったことはすぐ実行したがる。 あまり単純で、僕から見ると危険でしようがない。危険なばかりじゃない、損だよ。単純な性格は人に愛せられるけれども、またすぐ明かれるという憂いがあるからね。それはそうじゃ、よく当たっとる、と剣持も同意した。それが神山、私の名、の長所で、同時に欠点よ。開いたら勝手に悪さ、と私は笑った。章終わり。 この録音はパブリックドメインです。リブリボックスドットオのために録音されました。三。その頃だった。アルバン高橋が一人、私の家へやってきて、いつになくしめやかな話をした。剣持ちは偉いところがあるよ。あの男はきっと今に発展する。そんなことも言った。 それが必ずしもわざとらしく聞こえなかった。その晩高橋は何でも人の長所ばかりを見ようと努めているようだった。僕にもこれで蝶牛にかぶれていた時代があったからね。何のことともつかず高橋はそんなことを言った。そして目を細くしてタバコの煙を眺めていた。煙はスッと立って緩やかに乱れて 机の上の真っ白なランプの傘に灰まつまった。郊外には雨が降っていた。雨にこもって火事反殖のような音が二三度聞こえた。しかし我々はそれを聞くでもなかった。僕はこれでドリーマーに見えるところがあるかね。高橋はまたそんなことも言った。そして私の顔を見た。見えないね。私は玄関に答えた。 しかし、見えないだけに、君の見てる夢は、よほどしっかりした夢に違いない。誰でも何かの夢は見てるもんだよ。そうかね。そう見えるね。高橋は、かすかに微笑んだ。ややあってまた。僕らは、まだまだ修行が足らんね。僕は、時々そう思う。修行僕は今までそれを、つまり、僕らの理解が、 まだ足らんせいだいと思っていた常に鋭い理解さえ持っていれば、現在のこの時代のジレンマから逃れることができると思っていた。しかし、そうじゃないね。それも大いにあるけれども、そればかりじゃないね。我々には利己的感情があまりに多量にある。しかし、それはどうすることもできないじゃないか。我々の罪じゃない。時代の病気だもの。 時代の病気を共有しているということは、あらゆる意味において、我々の誇りとすべきことじゃないね。僕が今の文学者の近代人があるのを嫌いなのもそこだ。無論さ、僕の言ったのはそういう意味じゃない。どうかしたくっても、どうすることができないというだけだ。できないと君は思うかね。できないじゃないか。我々がこの我々の時代から調一しない限りは。 時代を超一するというのは、著牛が墓の中へ持っていった夢だよ。そうだ、あれは悲しい夢だね。しかし僕は君のように全く絶望してはいないね。絶望という言葉は不思議な響きを私の胸に伝えた。絶望。そんな言葉をこの男は使うのか。私はそう思った。二人はしばらく黙っていた。やがて私は、そんなら、 どうすればいいどうと言って僕だってそう確かな見込みがついてるんじゃないさ。義士が橋の書き換えの設計を立てるようにはね。しかし考えてみたまえ。リコという立場は実に苦しい立場だよ。これと意識する以上はこんな苦しい立場はないね。そうだろう。つまり自分以外の一切を敵とする立場だものね。だから 周囲の人間のすることを言うことはみんな自分に影響する。善にしろ悪にしろ必ず直接に影響するよ。あちらがそのつもりでなくってもこっちの立場がそれだからね。そしてしょっちゅう気の休まる時がないんだ。まあ見たまえ、利己的感情の盛んなものに限って周囲の景気が自分に都合がよくなるとすぐ思い上がる。 それと反対に少しでも自分を犯すような気に食わんことがあると急に気がめいってくだらないうさはらしでもやってみたくなるんだね。そんな時は随分無効密なこともするんだよ。それや世の中にはそういう人間はたくさんあるがね。あるにはあるけれども大抵の人はそれを意識していないんだね。その時その時の勝手な弁解で。 自分を欺いてるんだねそりゃそうだ。ところが気がついてみたまえこんな苦しいことはないだろう。一方では常に気を休めずに周囲のことに注意しながら同時に常にそれによって動く自分の感情を抑えつけていなくちゃならんことになるんだ。だから一旦そういうジレンマに陥った者がそれから逃れよう逃れようとするのはもう君。 議論の範囲じゃないよ。必死だよ。できるできないは問題じゃないんだ。時代の病気だからどうこうというのは、必須、まだそこまでいかん人の言うこったよ。あるいはそこまで行く必要のない人かね。負けたな、と私は思った。そして、いや僕も実はそこんとこまで行っていないよ。しかし、いいじゃないか。僕はいいと思うな。 感情が動いたら動いたで大いに動かすさ。誰に遠慮もいらん。要するに僕は自由に呼吸していさえすれば男子の本領は尽きると思うね。君の面目が約除としている。君は羨むべき男さ。そう言って高橋は無遠慮に私の顔を眺めた。まるで私を弟扱いにでもしてるような目だった。 しっけなことを言うな。言いながら、私はに顔笑いをした。僕はまだ、こんな話をしたことはないがね。とやがってまた彼は言い出した。僕はこれで、しょっちゅう気の変わる男だよ。僕みたいに気の変わりやすい男はまあないね。しょっちゅう変わる。誰だって、それはそうじゃないか。そうじゃないね。それにね、僕はこれでも、 ううぬぬぼぼれれをを。起こすこすとがあるんだぜ。を滑稽さ時々こう自分を非凡な男に思ってしようがないんだ。ははは。もっとも2日か3日だがね。長くても1週間ぐらいだがね。そうしてその後には反動が来る。あんな嫌な気持ちはないね。どうしてこの体を災難でやろうかと思うね。高橋は。 まずいものでも口に入れたような顔をした。ふむ、と私は考えるふりをした。しかしいくら考えたとて、私の頭は彼の言葉の味を味わうことができなかった。どうしてこう自分をいじめてるんだろう。ただこんなことを言ってみるのかしら。私はそう心の中でつぶやいた。医師だ、意思を求めているんだ。しかし、 師の弱い男じゃないがな。やがてまた私はそう思った。すると私の心はちょうどその頃内職に翻訳しかけていたある本の上に滑っていった。その本の著者はローズベルトだった。医師という言葉とローズベルトという名とは不思議にも私の頭脳の中で結びつきやすかった。高橋は固く口を結んで 向かいい合ったた。壁側の本箔を見ていたそこには凹凸のあるガラス戸に歪んだなりのランプの影が映ってささやかな蔵書の瀬川の金字が冷ややかに光っていた単調な羽手の音が耳近く響いた「大きい手を欲しいね大きい手を」突然私はそう言った「僕はそう思うね大きい手だ社会に対しても自分に対しても」 そうだ、という返事を期待する心が私にあった。しかし、その期待は外れてしまった。高橋は、前も動かさなかった。そして前よりも、椅子を固く口を結んだ。私は何かしら、妙な不安を感じ出した。大きい手か。ややあって彼はこう言った。なんとなく、ため息を吐くような調子だった。君ならそう言うね。 今、君と僕の感じたことは、多分同じことだよ、ね。同じでなくても、似たりよったりのことだよ。それを君の形式で発表すると、大きい手という言葉になるね。君ならそれじゃあ、何という僕か。僕なら、要するに、どうでもいい話だがね。僕なら、しかしそうは言わないね。第一、考えてみたまえ。 大きい手という言葉には誇張があるよ。誇張はつまり空想だ。空想があるよ。我々の手というものは我々の意志によって大きくしたり小さくしたりすることはできない。いかに医術が進んでもこれはできそうがない。生まれつきだよ。こう言って人並み外れて小さい、そのくせボクボクして皮の厚そうな指の短い手を出してみせた。つまり 大きい手や大きい体は先天的なものだ。ロシア人やアメリカ人は時としてそれを持ってるね。ビスマークも持っていた。しかし我々日本人は持たんよ。我々が後天的にそれを欲しがったって、これは一挙空想だ。不可能だよ。それで君なら何と言う私は少し焦り出した。僕ならそうだね。彼に言うとすると まあそうだね。とにかく大きい手とは言わないね。冷たい鉄の玉を欲しいね、僕なら。玉はまずいな。鉄のごとく冷たい心とでも言うか。同じじゃないか。大きい手、鉄のごとき心、強い心臓。つまり意志じゃないか。同じじゃないね。大きい手は我々の後天的に持つことができないけれども。鉄のごとき冷たい心なら。 持つことができる。修行を積むと持つことができる。ふむ、あくまでも君らしいことを言うね。君らしいこだまのようにそう言って、彼はひたと私の目を見つめた。その目、なんという皮肉な目だろうと私は思った。君らしいじゃないか。高橋はごろりと仰向けて寝てしまった。そして両手を頭にかいながら。君らは一体、僕をどう見てるのかな。 どんな男に見えるね。僕はどんな男だかは僕にもわからないよ。誰か僕の批評をしとったものはないか。私は肩の重荷が軽くなっていくように感じた。ここから話が変わっていくと思ったのだ。そして思い出したままに我々がまだ高橋と親しくならなかった以前我々の彼について語ったことを話して聞かせた。 例の体操教師の一件だ。そればかりではない。高橋が話の途中から起き上がって、ちょうど他人の噂でも聞くように面白そうにしているのに刷り込まれて、安井の言った無駄口までつい喋ってしまった。後で考えるに、高橋がその時面白そうにしていたのも無理はない。彼は自分に関する批評よりも、その批評をした一人一人について、 何か例の皮肉な考え方をしていたに違いない。が、私の話が済むと、彼は急に失望したような顔をして、また寝転んでしまった。そして言うには、その批評は、しかし、当たってると言えば皆当たってるが、当たらないと言えば皆当たらないね。ははは、それはそうさ。僕らがまだ君に接近しないときのことだもの。しかし、当たったとすれば、 どの程度まで当たってるそうさねまずその細君の尻に敷かれるというやつだねこいつはだいぶ当たってるよ僕は平然平気で尻に敷かれてるよまったくだよもっともあまり重いお尻でもないがね夫婦というものが君互いに自分の権利を主張してしょっちゅうとっ組み合いをしたり不愉快な思いをしたりしてるよりは少しくらいは馬鹿らしくても 機嫌を取っっててて透かしししおく方が、勘定よよ。ぽど得だよ時間も得だし経済上でも得だよ。それ芝居を好きなやつにはよく役者の真似をしたり声色を使ったりして得意になってるやつがあるだろう。僕はああいうやつには目の玉をひっくり返して妙な手つきをしてるところを活動写真に撮っておいていつか正気でいる時見せてやるといいと思うね。 そうしたら、大抵のやつは二度とやらなくなるよ。夫婦喧嘩もそれだね。考えると、これほど馬鹿らしいことはないものな。それよりや、機嫌を取っておくさ。向こうがニコニコしていりゃ、こっちだって休んじていられる。と言うと、だいぶ甘く取れるがね。しかし、正直のところ、僕は、僕の細君をちっとも愛してなんかいないよ。これは、 向こうもそうかもしれない。つまり、生活の方便さ。それに、僕の細君は、美人でもないし、剣婦人でもないよ。なくってもしかし、僕は構わん。要するに、自分の眼中に置かんもののために、一分でも時間を潰して、おまけに不愉快な思いをするのはくだらん話だからね。そら少しひどい。ひどくてもいいじゃないか。向こうがそれで満足してる限りは、 と言いなががら起き上がった。もっとも口ではそう言ってもそこにはまだある調和が行われているさそれはそうかもしれないしかしとにかく我々の時代はもう昔のような一心両体というような羨ましい夫婦関係を作ることができない約束になってきているんだよ自然主義者は旧道徳を破壊したのは俺だというような面をしているが あれは最も本末を転倒している。旧道徳にひびが割れたから、そのひびから自然主義というようなものも芽を出してきたんだ。なぜそのひびができたかというと、つまり先祖の建てた家が我々の代になって玄関の構えだの、便所の付けどころだの、いろいろ不便なところができてきたようなものだ。それを大工を入れて修繕しようと、 あるいはまたすっかり建て替えようとそれは各地の勝手だがしかしいくら建て替えたって家そのものの代替には何の変化もない形と材料とは違っても土台と屋根と柱と壁だけは必ずいる破壊なんていうのは大げさだよそれからまたその傷を何とかして美放しようと思って一生懸命になってる人もあるが あれも要するに塗だね。我々の文明が過去においてへきたった経路を全然変えてしまわない以上は、漆を詰めようが砂を詰めようがないしは金でもって塗りつぶそうが傷はやはり傷だ。そうして我々はその傷をどうすればよいかということについちゃまだまるで盲目なんだ。ああかこうかと思うことはある。しかしまだそれに決めてしまうまでには 考えが熟していない。なまた時期でもない。まあ東京の家を見たまえ。今日の東京は、ほとんどあらゆる建築の様式を取り込んでいる。つまりあれなんだ。いつとはなく、深い谷底に来てしまって、どこへ行ってよいか方角がわからない。そこで、各自勝手に、木の下に宿を取る者も,もあれば、声がけをする者も,もある。それからそれ、岩穴を見つける者も,もある。ね。 いろいろのことをしているが、ただ一つわかってるのは、それがみな、その晩一晩だけの仮の宿だということだ。明日になれば、どっか行かなければならんということだ。君の言うことは、実に面白いよ。しかし僕には、どうもやっぱり、ただ面白いと言うだけだね。第一、今の日本が君の話のように、そう進歩してるかしら。もしそれが進歩と言うならだね。それになんだ それは道徳にしろ何にしろ全てのことが時代とともに変わってはいくさ変わってはいけれどもその変わり方が君の言うような明瞭な変わり方だとは僕は思わんね我々が変わったと気のつくときはもう君変わりのものができてるときじゃないのかそしてその新旧二つを比較して我々が変わったと気がつくのじゃないのか例えば 我々が停車場に人を送っていくね。以前は皆汽笛がピーとなると、互いに帽子を取って頭を下げたもんだよ。ところが今は必ずしもそうでない。現に僕は昨日も帽子を取らず、頭も下げないで友人と別れてきたよ。しかし、それをもってすぐ古い礼儀が廃れて、新しい礼儀がまだ起こらんとは言えん。我々は帽子を取る代わりに、 握手をやったんだからな。しかもそれが帽子を取ることをやめようと思ってから握手という別の方法に考え及んだのか握手をするのもいいと思ってから帽子を取るのをやめたのかわからないじゃないかそればかりじゃない僕は現在時と場合によって帽子を取ることもあれば握手することもあるそれでちっとも不便を感じない世の中というものは 実に微妙に推移していくものだと僕は思うね。常に新陳代謝している。その間に1分間だって感激を表すことはないよ。君の言う日々なんてどこを見たって見えないじゃないか。高橋は笑った。そういう見方をしたって見えるものか。そしてその例は当たらないよ。なぜ当たらん君の言うのは時代の社会的現象のことだ。 僕の言ったのは時代の精神のことだよ。精神と現象と関係がないというのか。現象は、例えば手だ。手には神経はあるけれども思想はない。手は何にでも触ることができるけれども、頭の内部には触ることは許されない。そうか、そんならまあそれでもいいよ。そうすると今の細工問題はどうなるんだ。どうと言って別にどうもならんさ。 やっぱりその何か甘くない意味において尻に敷かれるということになるんか。つまり捜査。夫婦関係の問題も今言った一般道徳と同じ運命になってきてるんだ。個人意識の勃発は我々の家庭組織を不安にしてる。不安にしてるがしかし家庭そのものを全然破壊するほど危険なんじゃないぜ。これは僕は確実に主張するよ。これだけは君も認めるね。 今は昔と違って、未亡人の再婚を誰も咎める者はいないからな。それからなんだ、どちらか一人が夫婦関係を継続する意思を失った際には、我々はそれを引き止める何の理由も持たん。これは君の言葉をちょっと拝借したんだぜ。この間、佐伯が佐伯君に逃げられた時、君はそう言ったからな。もっともこれらは誰にもわかる悲壮のことさ。 しかしともかく我々の夫婦というものについての古い観念が現状と調和を失っているのは事実だ。今もそうだがこれからはますますそうなる。結婚というものの条件にある修正を加えるかないしは別にいろいろの正し書きを付け加えなくちゃいつまでたってももう一度破れた平和が返ってこない。考えてみたまえ今に女が私どもが 夫の飯を食うのは、ハウスキーピングの労力に対する当然の報酬ですなんて言うようになってみたまえ。育児は、社会全体の責任で、親の責任じゃないとか、なんとか、まだまだいろいろ言わせると言いそうなことがあるよ。我々男は、口では夫人の覚醒とか、なんとか言うけれども、誰だってそんなになることを希望していやせんよ。いやでも、王でも喧嘩だね。 だから早く何とかしなくちゃならんのだが困ることには我々にはまだどの条項をどう修正すればいいかわからんどんな正し書きをどこに付け加えればいいかわからんいろいろ考えがあるけれどもその考えと実際とはまだなかなか距離があるそこで今日のような時代では我々男たる者はその破綻に対して 我々の払わねばならぬ犠牲を最も少なくする方法を講ずるのが一番得策になってくるんだ。そうしてその方法は二つある。一つは尻に敷かれることだ。そうさ。もう一つは独身で宿屋住まいをして押し通すことだ。一徳一室はあるが、要するにこの二つのほかにないね。ところが、ここに都合のいいことが一つあるんだよ。ははは。それはほかではないが。 日本の女の最大多数はまだ明らかに自分らの状態を意識してはいないんだ。どれだけそのために我々が助かるか知れないね。敷かれてみても案外女のお尻の重くないのは全くそのおかげだよ。比較してみたんじゃないがね。私は吹き出してしまった。君は実に手数のかかる男だね。冴君と妥協するにまでそんな手数がかかるんか。 手数のかかるはずさ。尻に敷かれるってのは僕の所詮のモットーだもの。これでまあ安井の批評は肩がついたわけか。そりゃ当たらなかったのは無理がないね。第一僕らは君がこんな巧妙なる説話者だとは思いがけなかったからな。巧妙なる説話者か。あまりありがたい解明でもないね。ははは。それからもう一つはどうなんだ。野心家だって方は。 ストライキの対象か。それも半あたりだね。いや、やっぱり当たらないね。しかし、君が何かしら野心を抱いてる男だってことは、我々の世論だよ。どんな野心をそれはわかるもんか。君に聞かなけれや。僕には野心なんてないね。そんなことがあるもんか。誰だって野心のないものはないさ。野心というのは嫌なら希望と言ってもいい。僕には野心はないよ。 ただ、結論だけはある。結論隠せねばならんというのではなく、隠、ならねばならんという。君は一体、決して人にそこを見せない男だね。あまり用心が深すぎるじゃないか。そこを見せてもいい時にまで理屈の網を張る。そこそこってなんだどこにそこがあるんだ心の底さ。そんなら君は、君の心の底はこれだって僕に見せることができるか。 高橋は畳みかけるように人はよく少し親しくなると心の底を打ち明けるなんて言うさしかしそれを虚心で聞いてみたまえ内緒話かひがみか空想に過ぎない嫌なこったかかわの不足や旗で聞いてさえ気恥ずかしくなるうぬばるを語ったってどうなる社の構成にこのごろ妙な男が入ってきたろうこの間僕は電車で一緒になったから どうです、君の方の仕事は随分気が詰まるでしょうね」って言ったら「いやあなただから打ち明けていますが実にくだらないもんです」とかなんとか役者みたいな抑揚をつけて言ったよ。京理の新聞で三面の主任をしたとかなんとか言うんだ。僕は「さようなら」って途中で折れてしまった。私はそれには答えないで「君は社会主義者じゃないか。なぜ?」 剣持がこないだそう言っとった。高橋はじっと私を見つめた。社会主義でなければ無政不信か。世にも不思議なことを聞くものだと言いそうな、目を大きくして呆れている顔を私は見た。そこには少しも疑いを起こさせるようなところはなかった。やがて高橋は、剣持が言ったじゃあなかろうかというだけの話さ。僕は社会主義者ではない。 と高橋は、言いしぶるように言い出した。しかし社会主義者でないというのは必ずしも社会主義に全然反対だということではない誰でも司祭に調べてみると多少は社会主義的な分子を持ってるもんだよあのビスマークでさえ社会主義の要求の幾分を内政の方面では採用してるからねというのは社会主義のセオリーがそれだけ 的な心理を含んでいるということよりもむしろ社会的動物たる人間がどれだけその共同生活によってくだらない心配をせねばならんかということを証拠立てているんだ。よしそんなら君の主義は何主義だ僕には主義なんて言うべきものはない。ないはずはない。困るなあ世の中というものは高橋はまた寝転んだ。言えば言ったで誤って伝えるし。 言言わわなければ言わんで、勝手に人を忖度する。君らにまで誤解されちゃつまらんから、それじゃあ言うよ。そう言っておきて。僕には実際主義なんて名づくべきものはない。昔はあったかもしれないが、今はない。これは事実だよ。もっとも僕だって、ある考えは持っている。僕はそれを、宣告、結論と言ったが、仮に君の言い方に従って、野心と言ってもいい。 しかし、その僕の野心は、要するに野心というに足らん野心なんだ。そんなに金も欲しくないしね。地位や名誉だってそうだ。そんなものは、あってもなくても同じものだよ。世の中を救うとでも言うのか救う僕は古代妄想教じゃないよ。僕の野心は、僕らが死んで、僕らの子供が死んで、僕らの孫の時代になって、それもだいぶ年を取った頃に初めて実現されるやつなんだよ。 いくら僕らが焦ったって、それより早くはなりやしない。いいかねそして、たとえそれが実現されたところで、僕一個人にとっては、何の増減もないんだ。何の増減もない。僕はよくそれを知ってる。だから僕は、僕の野心を実現するために、何らの手段も方法も取ったことはないんだ。今の話の体操教師のように、自分で機械を作り出して、その機械を、 極力利用するなんててこととはは僕にはとてもできないできるかできないかは別として点でそんな気も起こってこない。起こらなくてもまたいいんだよ。時代の推移というものは君存外急速なもんだよ。いろんな事件が毎日毎日発生するね。そのいろんな事件が人間の社会ではどんな事件だって単独に発生するということはない。みんな何らかの意味で関連してる。 そうしてそのいろんな事件がまた何らかの意味で僕の野心の実現される時代の日一日近づいていることを証拠立てているよ。僕は幸いにして薬らの事件を人より一日早く聞くことのできる新聞記者だ。そうして毎日自分の結論の間違いでない証拠を得ては一人で安心してるさ。君は時代時代というが君の思想には 時代の力ばかり認めて人間の力、個人の力というものを軽く見すぎる兵がありはしないか。僕はフランスの革命を考えるときに、ルソーの名を忘れることはできない。そうは言ってもらいたくないね。僕はただ僕自身を見限ってるだけだ。どうも僕にははっきりのめ込めん。なぜ自分を見限るんか。それだけ正確と信ずる結論を持っていながら、そのために、 何ら実行的の努力をしないというはずはないじゃないか。僕は人間の一生はやはり自己の発言だと思うね。その他には意味がないと思うね。そうも言えないことはないが、そうばかりではないさ。生殖は人間の生存の最大目的の一つだ。いいかね。君の言葉をそれに適用すると、堕退とか否認とかいう行為の説明ができないことになる。それとこれとは違うさ。 僕は極めて利己的な怠け者だよ。その点をまず第一に了解してくれたまえ。人間がある目的のために努力するとするね。その努力によって費やすところ、売るところと比べてどちらが多いかというと、無論費やすところの方が多い。これは非凡な人間には分からないか知れないが、凡人は誰でも知っている。もっとも察し木そうにはなっても、 何の努力もしないで、従って、何の売るところもないよりは、勝っているかもしれないが、そこは怠け者だ。昔はこれでも、機会さえ来るなら、大いにやってみる気もあったが、今じゃもう、そんな元気がなくなった。面倒くさいものね。近頃では、そんな機会を想像することもなくなっちゃった。それになんだ、人類の幸福と、じゃなかった。僕は人類だの、人格だの、人生だの。 すべてあんな大げさな不確かな言葉は嫌いだよ。ええー、と、運、う、送、ん、か人類じゃない。我々、日本人がだ、いいかね。我々、日本人の国民的生活が文化のある当然の形式にまで進んでいくということとだ。それが果たして幸福か、幸福でないかは別問題だがね。それと、僕一個人の幸福とは何の関係もないものね。 僕は、ただ、僕の祖先の血を引いて、僕の両親によって生まれた。そして、ネクストゼネレーションの犠牲として、しばらくの間、生きているだけの話だ。僕の一生は犠牲だ。僕はそれが嫌だ。僕は僕の運命に極力反抗している。僕は誰よりも平凡に暮らして、誰よりも平凡に死んでやろうと思ってる。聞きながら私は、 不思議にも死んだ私の父を思いい浮かべていた父は明治十二十年代において私の郷里でのいわゆる尖閣者の一人であった。自由党に属して幾年となく政治運動に浮き身をやつしてあげくようよう代議士に当選したはよかったが最初の議会の会期半ばに盲腸炎に患って閉院式の行われた日にはもう墓の中にあった。それは 私ののまだ幼い頃のことである父が死ぬと56万はあったらしい財産がいつの間にかなくなっていて私の手に残ったのは父の生前の名簿とその心血を注いだという民権容疑一部とのほかにはなかった次の時代の犠牲私は父の一生を一人の人間の一生として眺めたような気がした父の理想結論は父を殺した そしてその結論は、小たる私の幸福とは何の関係もなかった。高橋は言ってしまうと、母と短い乾いた笑いを漏らして、両膝を抱いて、ひげの跡の青い顎を突き出して、天井を仰いだ。その顎と、人並み外れて大きく見える喉仏と,と私は黙って見つめていた。喉仏は二度ばかり上がったり下がったりした。私は相手の心の、 静かにしているにかかわらず、よほどイライラしていることをそれとなく感じた。私の心は、先刻からの長い会話に、多少疲れているようだった。そして私は、高橋の見ている世の中の広さと深さに、彼と私との年齢の相違を乗じてみた。しかしそれは、単に年齢の相違ばかりではないようでもあった。父についての連想は、妙に私を沈ませた。君はつまり、 我々日本人の将来をどうしようと言うんだ。君はまだそれを言わんねえ。ややあって私はそう言った。夢は一人で見るもんだよ。ねえ、そうだろう。それが彼の答えだった。そしてにわかにこれから何か非常に忙しいようでも控えてるような顔をした。章終わり。この録音はパブリックドメインです。 リ,ブリボックスドットオ r グのために録音されました。死。連中のうちに松永という男があった。人柄のおとなしい正進な、そして保留の質で、社の学校の一人だった。十三子の頃から、画伯の B 門に学んで、美術学校の日本画家に入っている頃は、秀才の名を得ていたが、ひそかに油絵に心を寄せて、 その政策を匿名である施設の展覧会に出した。これが知れて詩・市画伯から破門され、同時に美術学校も中途でよして、孤高のために私の社に入ったとかいうことだった。不幸な男だった。もう三十近い年をしていながら独身で、年取った母と二人限りの寂しい生活をしていたが、女にでもありそうな優しいものを言い、 挙動のうちに、常に常抑抑ええても抑えきれぬ不平を増していた,したがってどっちかというと喧嘩な容易に人に親しまぬ態度もあったある時風邪をひいたと言って一週間ばかりも車を休んだがそれから後我々は時々松永が編集局の片隅で力のない席をしては頬を赤くしているのを見た妙な席だった 我々はそれとなく彼の健康を心配するようになった。二月ばかり経つと、ついに松永はまた車を休むようになった。松永さんは肺病だとよ、9時までがそんな噂をするようになった。そろそろ暑くなりかける頃だった。まもなく一人の新しい学校が我々の編集局に入ってきた。我々は一種の恐怖をもって、 敏腕な編集長の顔を見たが、そのことは、なるべく松永に知らせないようにしていた。高橋がある日私を廊下に連れ出した。おい、松永は死ぬぞ。今年のうちにきっと死ぬぞ。なぜそんなことはないだろう。私はまず驚いてそう言った。いや、死ぬね。高橋は、どこまでもそう信じているような口調だった。 しかし、肺だって、十年も二十年も生きるのがあるじゃないか。僕の知ってる奴に、もう六、七年になるのがある。適度の摂取をさえやっていりゃ、肺病なんて、怖いもんじゃないって、そいつが言ってるぜ。そういうのもあるさ。松永は、まだ可決もしないだろう。うん、まだしない。僕はこれから行って見てやろうと思うが、君も行かんか。今日は夜勤だからだめだ。 そうか。それじゃあ、明日でも行ってやりたまえ。死ぬと決まったものくらいかわいそうなものはないよ。そう言って、もう行きそうにする。私は慌てて呼び止めて、そんなに急に悪くなったんか。四五日前に僕の行った時は、そんなじゃなかったぜ。別段悪くも見えないがね。実はね、僕は昨日初めて見舞いに行ったが、本人は案外のんきなことを言ってるけれども、 なんとなく、こう、僕は変な気がしたんだ。それから帰りに医者へ行って聞いたさ。そらよかった。ところが、よかないんだ。聞かない方がよっぽどよかった。医者は、松永のような不完全な胸郭は、めったに見たことがないと言った。君、松永の肋骨が、二本足らないんだとさ。それは、松永がいつか言ってたよ。そうか。医者はきっと、 七月後だろうと言うんさ。今まで生きていたのがむしろ不思議なんだそうだ。それに、松永の病気は今度は二度目だって言うぜ。へえ、もっとも本人は知らんそうだ。医者が聞いた時もそんな覚えは別にないと言ったそうだね。何でも肺病というやつは体の力が病気の力に勝つと、病気をひとところに集めて、 それを電波させないように包んでしまうような組織になるんだってね。医者の方のテクニックでは何とか言ったっけ。それが松永の腐敗にだいぶ大きいやつがあるんだとさ。自分の知らないうちに病気をしてるなんてはずはないって僕が言ったら医者が笑ってたよ。あなたのおだってあなたの知らないうちに何度泥棒にうかがわれたか知れないじゃありませんかって。ふむ すると今度はそれが再発したんか。再発すると同時に、左の方ももうだいぶ侵されてきたそうだ。あの体で、あの病気で、か血するようになったらもうだめだと言うんだ。長くてせいぜい三月、あるいは最初のか血からひと月と持たないかもしれないと言うんだ。人間の命なんて実にけんなもんだね。ふっと吹くと消えるようにできてる。私は、 とこの言葉も出なかったなぜ高橋がそれから後松永に対してあれだけの親切を尽くしたかそれは未だに一つの不思議として私の胸に残っている松永と高橋とは決して特別の親しい仲ではなかったまた高橋は美術というものに多くの同情を持っている男とも見えなかった絵を描いたり歌を作ったりするのは 僕には子供らしくてとてもそんな気になれないそういう言葉を私は何度となく聞いたそして松永が高橋と同じような思想を持っていたとも思われずなおさら二人の性格が相近かったとは言われないにもかかわらずその頃高橋の同情は全く松永一人の上に傾け尽くされていた暇さえあれば彼は市街の奥の 松永のの家へ、毎日のようにっっている風だった。初めは我々は多少怪しんでも見た。やがて慣れた。そして松永に関することは全て高橋に聞くようになった。彼もまた松永のことといえば自分一人で引き受けているように振る舞った。脈拍がいくら、熱が何度ということまで我々に伝えた。昨日は松永を銭湯に連れてってやった。 そんなここととを言ってることもあったある日私はまた高橋に廊下へ連れ出された。応接間は二つとも塞がっていたので、二人は廊下の突き当たりの不要な椅子などを積み重ねた。薄暗いところまで行って話した。そこには昼ながら一匹の蚊がいてうるさく私の顔にまつわった。おい、松永はとうとうかっけつしちゃった。そう彼は言った。 医者が患者の身寄りのものを別室に呼んで話すときのような事務的な調子だった。とうとうやったか。言ってしまってから私は今我々は一人の友人の死期の近づいたことを語っているのだと思った。そして自分の言葉にも相手の言葉にも何の感情の現れていないのを不思議に感じた。それから彼は松永を国へ帰すべきか否かについて、 松永一家の事情を詳しく語った不幸な学校には父も財産もなかったが国には祖父家の一人に数えられる叔父と小さいながら病院を開いている姉ことがあった彼の母は早くから国へ帰るという意見だったが病人はどうしても東京を去る気がなく去るにしても房州か鎌倉・千早崎辺りへ行って 一年も保養したいようなことばかり言っていたという。それがね、と高橋は言った。僕は松永の看護をしていて、いろいろ尊い知識を得たが、田舎で暮らした老人を、東京みたいなところへ連れてくるのは、ちょっと考えると幸福なようにも思われるが、そうじゃないね。むしろ悲惨だね。知ってる人はなし、風俗が変わってるし、それに第一、言葉が違ってる。 若い者ならすぐ治っち,ちまうが老人はそうはいかない松永のお母さんなんかもう来てから足掛け4年になるんだそうだがまだあの通り芸衆弁丸出しだろうちょっと町へ買い物に行くにまで笑わ,われまいか笑わ,われまいかっておどおどしている交際というものはなくね都会の圧迫を一人で背負って毎日毎日自分らの時代と 子供の時代との相違を通説に意識しているんだね。そんなこともあるだろうね。僕の母なんかそうでもないようだが。それは人にもよるさ。それになんだね。松永君は予想外に孤独な人だね。会うまでとは思わなかったが、僕がこうして毎日のように言ってるのに。君たちのほかには誰も見舞いに来やしないよ。気の毒なくらいだ。絵の方の友達だって。 一人や二人はあってもよさそうなもんだがほとんどないと言ってもよい。境遇がしからしめたのだろうが好んで交際を立っていたらしい傾きもあるね。あの子とあのお母さんと年が三十も違っていてね。毎日寂しい顔を付け合わしているんだもの。あんな病気になるも無理はないと僕は思った。それで何か松永くんはまだ絵の方の野心は持ってるんだね。 それがさ、高橋は感慨深い顔色をした。ずいぶん苦しい夢を松永くんも今まで見ていたんだね。そうしてその夢の冷め際に、肺病にと疲つかれたというもんだろう。今はもう断念したんか。断念したと言っていいか、しないと言っていいか。断念しようにも断念のしようがないというのが、松永くんの今の心じゃないだろうか。そうだろうね。 誰にしてもそうだろうね。言いながら私は、壁にもたれて腕組みをした。耳のあたりには蚊がうねっていた。この間ね、高橋は言い継いだ。なんとかした表紙に、先生ばかに興奮しちゃってね。今のその話を始めたんだ。話だけならいいが、しまいにいや男泣きに泣くんだ。天文のあるものは誰しもそうだが。 松永君も自分の技術についての主要の足らんことは苦にしなかったと見えるんだね。そうして大きい夢を見ていたんさ。B の家から破門された時が一番得意な時代だったって言ってたよ。それからその夢がだんだん壊れてきたんで、よせばいいのに第二の夢を見始めたんだね。作家になる代わりに批評家になるつもりだったそうだ。それ、社でよく松永君に、 展覧会の批評なんか書かしたね。あんなことがいずれ動機だろうと思うがね。ところが松永くんはいくら考えても自分には将来の日本画というものはどんなもんだかまるで見当がつかんと言うんだ。そう言って泣くんだ。つまり評価になるにも批評の根底が見つからないと言うんだね。焦っちゃいかんって僕は言ったんだが、松永くんは焦らずにいられると思うかなんて。 無理を言うんだよ。それもそうだろうね。松永くんは日本画から出て油絵に行った人だけに、つまり日本画と油絵の中間に奉公してるんだね。もっともこれは松永くんばかりじゃない。明治の文明は皆それなんだが。聞きながら私は妙な気持ちにとらわれていた。目はひたと相手の顔に注ぎながら、心では健康な高橋と死にかかっている 肺病患者の話している様を思っていた。額に油汗をにじませて、せきるたびに頬を赤くしながら、激した調子で話している病人の衰えた顔が、まざまざと見えるようだった。そしてそれをじろじろ眺めながら、ふんふんと言って寝転んでいる高橋が、なぎがなしに残酷な男のように思われた。そうした高橋に対する反感を起こす機会が、 それかから一週間ばかりっってまた会った会それは松永が退社の決心をして高橋に連れられて車に来た時である。私はある殺人事件の探訪に出かけるところで玄関まで出て私の車夫を呼んでいるとちょうど二人の車が火事を下ろした。松永は懐かしそうな目をしながら高橋の手を借りて車から降りた。 そして私と向かい合った。私はこの病人の富士の出社をいぶかるよりもまずその屋外の光線で見た衰弱の華だしさに驚いた朝に激しい雷鳴のあった日で空はよく晴れていたがどこか爽やかな涼しさがまだ空気の中に残っていた私は手短に松永の話を聞いた声に力はなかったが勘ほど陰気でもなくかえって いいそしているようなところもあった病気のために半分命を食われている人とは思われなかった「そんなにしなくたって良さそうなもんだがな秋になって涼しくなればすぐ回復するさ」私はそんな風に言ってみた「病気が病気ですからね医者も秋になったらって言うんだ」と高橋は言っただから松永くんも僕も天地はまあ病気のために必要なこととして 茅茅ヶ崎あたりがいいだろうって言うんだがお母さんが聞かん松永くんなんだよまあ夏の間だけ国で暮らすつもりで帰るんだよそれにしても退社までしなくったっていいじゃないかそれはこの病人の主張だから仕方がないんだ今出てくる時まで僕は止めたんだけどがんとして聞かんはははと松永は寂しい笑い方をしたそれから23分の間話して 私は車に乗ったそして78件も引き出した頃に振り返ってみたが2人の姿はもう玄関に見えなかったその時私は何ということもなく松永のあの衰え方は病気のせいではなくて高橋の残酷な親切の結果ではあるまいかというような気がした医学者がある病毒の経過をウサギのようなおとなしい動物によって試験するように松永もまた 高橋のためにある試験に寄与されていたのではあるまいかと後に聞いたが編集長は松永の退社について最初なかなか聞き入れなかったそうだ半年なり一年なりゆっくり保養していても社の方では別に苦しく思わないそう言ったそうだ松永はだいぶそれに動かされたらしかったしかしついに退社したまもなく我々は もう再び哀れまじき友人とその母とを新橋の停車場に送った。その日高橋はさっぱり口をきかなかった。そして一人で切符を買ったり荷物を処理したりしていた。やがて我々はプラットフォームに出た。松永の母はまず高橋にくどくどと今までの礼を述べた。それから我々にも一人一人にそれを繰り返した。ちょうど私の番が済んだ時だった。 ふと私は高橋の顔を見た。高橋は脇を向いて長いあくびをしていた。そして忙しく瞬きした。涙のようなものが両岸に光った。記者が立ってしまって我々はプラットフォームを無言のままに出た。そして停車場の正面の石段を無言のままに降りた。ああ、高橋は投げ出すような調子で後ろから行った。松永も とうとう言っちゃったか。やったのは君じゃないか。安井がからかうように言って振り返った。僕がやった。僕にそれだけの力があるように見えるか。安井は気軽な笑い方をして、誰か松永君の写真を持ってるものはないか。いつか一度撮っとくとよかったな。剣持ちのところに松永の書いた鉛筆の自画像があったはずだと私が言った。その日、 我々の連中で見送りに来なかったのは。前の日から、ある事件のために鎌倉へ出張している剣持だけであった。章終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス。ドットオーグのために録音されました。五。神山君。君は五はやらないのか。 高橋はある日編集局で私にそう言った。松永に別れて四五日経った頃だった。五はちっとも知らん。君はやるか。僕も知らん。そんなら五目並べをやろうか。五目並べなら知っとるだろう。やろうか。二人はテーブルの上に打ち明かしてあった五番を引き寄せて、たわいのない遊戯を始めた。ちょうど 我々外勤の者は手が空いて編集机の上だけが忙しい締め切れ時間間際だったそばには大阪がいてうるさく我々の石を評した二人はわざと大阪の指図の反対にばかり石を打った勝負は三四回あった高橋は大阪に「どうだ僕らの五目並びは商売離れがしていてかえって面白いだろう」とからかった 何をしとるんじゃ、君らは。言いながら、剣持ちが来て、盤の上を覗いた。ほう、なんというこっちゃ。ひげを生やして、子供の真似をしとるんか。坊中、勘ありとは、このことよ。君のように、掛け子をやるように堕落しちゃ、こういう趣味は、わからんだろう、と私は笑った。生意気を言うなよ。知らんなら、知らんと言うもんじゃ。そうしたら僕が、 本当の語を教えてやる。僕に教えてくれた前、高橋が言った。僕は前から稽古したいと思ってるんだが、あまり上手な人に頼むのは気の毒でね。何僕を下手だと君はここでおるんか。それは失敬じゃが、君の目ん玉がひっくり返っちょる。キリン未だ追いず。いずくんぞ、どば、捨てられる理由あらんやじゃ。母はは。 初めからドバならどうだ私が言った。僕の首が短いと言うんか。それは詭弁じゃ。およそ5というものは、初めは誰でもザルに決まっとる。ザルを脱いで、しかしてキリンはキリンとなり、ドバはドバとなって、再びザルをかぶる。中には、その2社を兼ねたやつがある。私は今日に乗って、無駄口を続けた。我々みたいに、 ごを知らんものに向かっては麒麟で、卑しくもろの趣味を介したものの前にはドバとなるやつだ。つまり、辞儀に従って首を伸縮させるやつよ。見たまえ、君はそうしていると胴の中へ頭がはまり込んだように見えるが、ダブルカラーをかけた時はちっとはよい。少なくとも頭と胴の間に多少の距離のあることを。 誰にでも認めさせる程度に首が伸びる。愚なことを言うなぁ。うろの趣味を返せん者は、そんなことを言うて喜ぶんじゃから、全く始末に終えん。剣持くん、と高橋は横合いから言った。君、本当に僕に語を教えてくれんか。教えるなら、本当に習うよ。そういう顔は、あながち冗談ばかりとも見えなかった。本当か、それは。 剣持ちはちょっと不審そうに相手の顔を見て、ああ何か、君は松永君が国へ帰ったんで、何かまた別の暇つぶしを考え出さにゃならんのか。私はひやりとした。冗談じゃない。肺結核とごと結びつけられてたまるもんか。そう言って高橋は苦笑いをした。幸いとその時、剣持は、 電話口へ呼び出された高橋は給仕に石を片付けることを言いつけてそして薪きたばに火をつけてどこへともなく編集局を出て行ったそのころから彼の様子はまた少し変わった私は彼の心に何かしら隙のできたことを感じたそしてその隙を彼が我々によって満たそうとしてはいないことをも感じていた 松永の病気以前のように時々我々の家へ来ることはなくなった。社の仕事にもあまり気乗りのしないような風だった。人に目立たぬ程度において遅く出てきて早く帰った。忙しい用事をうちに控えていて一寸逃れに出歩いている人のように私には見えた。ちとやってこないか。高橋さんはどんなすっろうって僕の母も言ってる。 などと言うと、ああ、君んとこにも、ずいぶんご無沙汰しちゃったね。よろしく言ってくれたまえ。今日はいかんがん、いずれそのうちに行く。そう言いながら、やはり来るでもなかった。たまにやってきても、心の落ち着かぬときに誰もするように、たわいのない世間話を、わざと面白そうにしゃべり立てて、一時間とは資料を据えずに帰って行った。おい神山くん。 僕はこのある日剣持はそう言った。二人の乗った電車が京橋,橋の上で停電にあっていくら待っても動かぬところから切符を捨ててすぐそこのビーヤホールで一杯やった時のことだった。何代沈分た編集局の笑いのになっているあるかなしかのひげをナフキンで拭きながら私は聞いた。 ちんぶんじゃ母、ははしかも隠れたるちんぶんじゃ。もたせるない。ふたりがそこを出て、いましも動きだしたばかりの電車の、いくだいもいくだいも空いた車の続くのを見ながら、南天満町まで歩く間に、剣持は気がとがめる様子で、ささやくように私に語った。高橋の冴くんが、美人なこと。しかも、妙なくせのある美人なこと。 彼がかつて牛込の奥に曲がりをしていた頃その細君と隣室にいた学生との間に変な様子があってそのために引っ越してしまったことそれがその話の内容だったどこから引き込んだものか学生の名前もその学生が現在若い文子の一人に数えられていることもまたその頃高橋の細君にはすでに子供のあったことも 剣持ちはよく詳しく知っていた。いつ聞いた電車に乗ってから私は言った。ひとつきばかりい,まいじゃ。もう他の連中も知ってるんか。ばか言え。僕をそんな男と思うか。社で知っとるのは僕一人じゃ。君もこんなこと人に言っちゃいかんぞ。安いなんか正直な男じゃが、おちこちょいでいかん。私は誓った。 剣持は実際人の秘密をしゃべり散らして喜ぶような男ではなかった。無遠慮で口が悪くて人好きはしなかったが付き合ってみると健康な道徳的感情を持っていることが誰にも分かった。彼は自分の職務に対する強い義務心とともに常に弱者の味方たる正常を抱いていた。我々が不治の出費などに苦しむ時の 最も頼も頼しい相談相談手は彼だったただ彼には時としてよく言えば新聞記者的とでも言うべき鋭い詐欺心を意外なあたりに働かしているような癖があった私は時々それを不思議に思っていたそれから間もなくのことであったアルバン安井が一人私の家へ遊びに来た「君は今日休みだったんか?」 そうと知らずに僕は車で待っていて、つまらん待ちぼうけを送っちゃった。座れやいなや彼はそう言った。何か用か。いや、ただ会いたかったんだ。剣持は田舎版の編集から頼まれて水戸へ行ったしな。我が党の死がおらんと赤稜たるもんよ。それになんだ、高橋のやつ今日も休みやがったよ。僕は高橋に大いに用があるんだ。来たら、 冷やかしてやろうと思うとったら、とうとう来なかった。そうか、それじゃもう三日休んだね。一体何の用が起こったんだろう。用なんかありそうな柄じゃないが。用なもんか。社の方には病気届を出しとるよ。仮病か。出なくってさ。彼の体に病気は不調和じゃないか。高橋君の仮病は初めてだね。休んだのは初めてかもしれない。 関心に休まん男だね。やっぱり何か用だろう。それが用。安井は勢い込んで、そしていかにも面白そうに笑った。僕は昨日、高橋に会ったんだよ。どこで浅草で。浅草で驚いたろ。僕も初めは驚いたよ。何しろ、意外なところで見つけたんだものな。浅草のどこにいたんだまあ聞きたまえ。 昨日僕は、〇〇さんから、活動写真の弊害調査を命ずられたんでね。早速昨夜、浅草へ行ってみたんさ。いいかね。そして、二三軒を歩いてから、それ、キネオラマをやる三遊間ってのはあるだろう。あれへ入ったら、先生、ポカンとして、活動写真を見ているんじゃないか。ははは、活動写真をか。そして何と言った。何とも言わんさ。 まあいいかね。僕が入って行った時はなんだか長い芝居物をやっていて真っ暗なんだよ。それが済んでパッと明るくなった時誰か知ってる者はいないかと思って見回しているとずっと前の腰掛けに炉の紋付きを着てパナマをかぶった男がいるんだ。そしてそいつが帽子を取ってハンカチで額を拭いた時「おや高橋君に似てるなと僕は思ったね。 頭は角刈りでさ。そうしてると、そいつがひょいと後ろを向いたんだ。どうだい、やっぱりそれが高橋よ。へえ、子供でも連れて行ったんか。僕もそう思ったね。そうでなければ、田舎から親類でも来て、それで車を休んで、方々を案内してるんだろうと思ったね。そうじゃないのか。言いながら私は、安井の言うことが、なんとなく信じられないような気持ちだった。一人さ。 安いは続けた。どうも僕も不思議だと思ったね。そうして次の写真の間に横手の便所へ行く方のずっと前へ行っていて今度はよく見届けてやろうと思って明るくなるのを待っているとやはりまがいなしの高橋じゃないか。しかもすこぶる生真面目な顔をして巻きタバコを出してスパスパ吸いながら花婿みたいに済まわしているんじゃないか。 僕は危うく吹き出しちゃったね。驚いたね。高橋君が活動写真を見るとは思わなかった。それで何か君は言葉を書けたんか。書けようと思ったさ。しかし何しろ4軒も5軒も離れてるしね。中へ入って行こうったってあの通りぎっしりだから入りやしないんだ。明日はダクダク流れるしね。よくあんなところの真ん中へ入ってるもんだと思ったよ。 それじゃあ、高橋くんは、君に見られたのを知らずにいるんか。知らんさ。あれこれ、一時間ばかり経って、入れ替わりになったとき、先生も立って帰るような様子だったから、僕も大急ぎで外へ出たんだが、出るとき、それでも二三分は暇をとったよ。だから、やっと外へ出てきて探したけれども、とうとう行方知れずさ。ずいぶん、降ってるな。一体何のつもりで、 活動写真なわからんね。それが僕は黙って写真よりも高橋君の方ばかり見ていたんだがそのうちにだんだん目が暗くなるのに慣れてきてね面白かったよ。いたずら小僧の写真なんか出ると先生大口開いて笑うんじゃないか周囲のグフグフと一緒にね話してるところへ 玄関に人の訪ねてきた気配がした。うちの者の,の出て挨拶する声もした。ああ、そうですか、安井君が。そういう言葉がはっきりと聞こえた。高橋だ、高橋だ。安井と私は同時にそう言って目を見合わした。そして妙に笑った。いやあ、言いながら高橋は案内よりも先に入ってきた。どうかの加減でか、いつもより少し背が低く見えた。 そして、見慣れている袴を履いていないせいか、なんとなく、みすぼらしくもあった。いや、私も言った。噂をすればかいだ。よくやってきたね。僕の噂をしていたのか。そう言って、縁側に近いところに座った。病人が突然やってきて、びっくりしたろう。夜になってもやっぱり暑いね。君の病気はちゃんと診察してるよ。それは安井が言った。当たり前さ。 僕が本当の病人になるのは日本中の人間が皆梅毒と結核のために死に絶えてしまってからのことだ。それならなぜ車を休んだ私は皮肉な笑い方をして聞いた。うむ少し用があってね。その用も知ってるぞ。何の用だい自分の用を人に聞くやつがあるか。知ってると言うからさ。君はゆべどこへ行ったゆべか。ゆべはほぼ歩いた。なぜ 安井君あれは何時ごろだったい私は安井の顔を見た。安井とわざと真面目な顔をしながら、そうさのう、8時から9時までの間ごろだ。8時から9時。高橋は鹿詰めらしく小首をかしげて。ああ、その頃なら僕は浅草で活動写真を見ていたよ。二人は吹き出してしまった。高橋は当分に二人の顔を見て。何がおかしいんだい 君らも昨夜、言ってたのか。どうだ、天も開会、買そにして漏らさずだろう、安井は言った。ふむ、それがおかしいのか。そうか、君らも言ってたのか。亀山くんも。僕はいかんよ。安井くんが言ったんだよ。どうで。安井もだいぶ近頃話せるようになったな。そう言って、無遠慮に安井の顔を見た。安井は、相手の平気なのに少し照れた様子で。 冗談じゃない。僕はまだ君のように、あそこへ行って、大口開いて、笑いやしないよ。高橋君、私は言った。君こそ、社を休んで、活動写真へ行くなんて、近頃だいぶ話せるようになったじゃないか。高橋は私の顔に目を移して、その子供のような声を立てて笑った。そんな風に書くから、社の新聞は売れるんだよ。君らは実に奇抜な観察をするな。 だってそうじゃないか、私も笑った。そんなら、活動写真と、君が車を休んだ理由と、どれだけ関係があるんだ。バカなことを言うな。車を休んだのは、少し用があって休んだんだよ。実は、四五日休んで、一つ仕事しようかと思ったんだよ。それができなかったから、ブラブラ夕方から出かけて行ったまでさ。どんな仕事だい、仕事か。なあに、どうせ、くだらんこったがね。 ははは、活動写真よりもか。ちょっと間を置いて高橋はやや真面目な顔になった。君らは僕が活動写真を見に行ったってさっきから笑うがそんなにおかしく思われるかね。安井君はどうせ新聞の種でも探しに行ったんだろうがまあ一度そんな目的なしにあそこへ行ってみたまえいい気持ちだよ。あそこには何百人という人間があの通り ぎっしり詰まってるが、やつら、と言っちゃあしっきりだな。あの人たちには、第一、票というものがない。損得の打算もない。各自、忙しいよう思った人たちには違いないが、あそこへ来ると、すっかりそれを忘れて、ただもう、安い値を払った楽しみを、思うさま味わおうとしている。もっとも中には、女の手を握ろうと思うやつだの、すりだの、それから、刑事だのも、入り込んでるだろうが。 それは何十分の一だ。僕はそいつらを見に行ったんさと安井が口を入れたそうだろう僕もそう思っていた新聞記者というものはそれだから嫌だよ転んでもただは起きない工夫ばかりしてる私は促したそれで活動写真の功読はどこいらにあるんかつまり批評のない場所だというところにあるさこの間までうちの新聞に 方々ののの実業家の秘書についいてて意見が出ていたね。あれを読むと10人の8人までは秘書なんかしなくてもいいように言ってる。ああ言ってるのはつまり彼らトードルとか重役とか社長とかいう地位にいるものは周囲の秘評に比較的無関心であり得る境遇にいるからなんだよ。山へ行きたいの海へ行きたいのというのは筆胸僕のいわゆる 必要のないい場所へ行きたいということとなんだからねところが僕らのような一般人はそうはいかん。まあ誰にでもいいからその人の現在における必要と希望とを満たしてそれでもまだ余るくらいの金をくれてみたまえきっと海か山へ行くね。十人に九人までは行くね。人がよく夏休みになると借金してまで国へ帰るのは一つはやはりそれだよ。そうして また東京へ戻ってくるときっと、国は遠くから思うべきところで帰るべきところじゃないというのもやはりそれだよ。国だって山や川ばかりじゃない。人間がいる。しかも自分を知ってる人間ばかりいる。二日や三日はいいが少し長くなるとそこにもまた氷のあることを発見して嫌になるんだ。高橋は入ってきた時から話さなかった扇をたたんで、 ごろりと横になった。そして続けた。僕なんかも、金と暇さえあったら、早速どこかへ行くね。なるべく人のいないところへ行くね。だが、自然というものには、ひょうがないと同時に、あまり無関心すぎるところがある。我々が行ったって、ちっともかまっちゃくれない。だから、僕みたいなものは、海や山へ行くと、すぐもう飽きちゃって、することにことを書いて、 自分で自分の批評を始めるんだ。そこへ行くと、活動写真はいいね。僕は今まで、新聞記者の生活ほど、時間の経つに早いものはないと思っていたら、活動写真の方はまだ早い。いらないところは、ぐんぐん飛ばしていくしね。それになんだよ。活動写真で道を歩いてる人を見ると、普通に歩いてるのが、僕らの駆け足ぐらいの速さだよ。駆けるところなんか、めっぽう早い。 僕はゆうべ自動車競争の写真を見たが、向こうの高いところから一直線の坂を、自動車が砂煙を上げて、鉄砲玉のように飛んでくるところはよかったね。体がゾクゾクした。あんなのを見るとちっとも心に隙がない。ひのない場所にいるばかりでなく、自分にもひなんぞする余裕がなくなる。僕はこのごろ活動写真を見てるような気持ちで、一生を送りたいと思うな。 自動車を買って乗り回すさ。安井は無造作に言った。ショー終わり。この録音はパブリックドメインです。リブリボックス、ドットオグのために録音されました。六松永に別れた夏。去年の夏はそのようにして過ぎた。 高橋の言い草ではないが、我々新聞記者の生活ほど慌ただしく、忙しいものはない。誰かも言ったことだが、我々は常に一般人より、一日ずつ早く年をとっている。人が今日というところをは昨日と書く。明日というべきところを今日という。朝起きて、まず我々の頭に上がる問題は、いかに明日の新聞を作るべきかということであって、 いかにその一日を完成すべきかということではない。我々の生活は実にただ明日の準備である。そして決してそれ以上ではない。日が暮れて仕事の終わった時我々にはもう何も残っていない。我々の取り扱う事件はその日その日に起こってくる事件であって決して前から予期しないしは順序を立てておくことを許さない。春がそうして過ぎ 夏がそうして過ぎる。一年の間我々はただ人より一日先、一日先とかけているのだ。そういう私の体にも秋風の心よさはそれとなく染みた。もう町々の氷屋がそろそろ店買いをする頃だった。私にも新しい背広ができた。ある朝私は平勢より少し早めに家を出て電車に乗った。そしてただ一人、 赤じみた白地の一杯を着た、苦学生らしい若い男の隅の方に腰掛けているのを見出した。秋だ、私は思った。実際、その男は、私がその日出会った白地の一杯を着た、ただ一人の男だった。私はそれとなく、この四五日の間に、東京中の家という家で、申し合わせたように、夏の着物をたたんでしまってしまったことを感じた。 その日私は、何のことともなく、自分の仕事を早く切り上げて、そしてさっさと帰ってきた。ちょうど、方々の役所の引ける時刻だった。あなたは、神山さんじゃありませんか名前のある、錆びた声が電車の中でそう言った。ああ、三角三角君でしたか、私も言った。彼は、私の旧友の一人だった。 しかも、あまり好まない旧友の一人だった。しかし、その時、私は少しも昔の感情を思い出さなかった。そして、ただ、何がなしに懐かしかった。三四年ぶりでしたね。やっぱりずっと、あれから東京でしたか、私は言った。はあ、ずっとこっちに。とうとう、腰弁になってしまいました。ちょうど、私の隣の席が空いたので、二人は並んで腰をかけた。 平たい、表情のない顔、厚い唇、黒い毛虫のような眉、それらの一つ一つが少しも昔と違っていないのを、私はなぜか嬉しいように見た。そればかりではない、あの、ホワイトシャツの汚れ目も、また、あたりかまわぬ高声で話しかける地方人の癖をも、私は決して不快に思わなかった。二人は思い出すままに、 四五人の給油について語った。そして彼は長く会わずに、かつ私の方では思い出すこともなく過ごしていたにかかわらず、よく私の近況を知っていた。先月でしたか、静岡の製紙工場を視察にいらしたようでしたね。そのように彼は言った。ええ。私は軽く笑った。彼は T 新聞の読者だった。家へ帰ってくると、何の理由もなく、 私は机のあたりを片付けた「そして座布団から縁先にずるした日よけののれんまですべて夏のものをしまわせてしまったうれしいような新しい気持ちがあったそうしておいて私はそのう新橋で別れて以来初めての手紙を病友松永のために書いた」「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。 我らの一団と彼石川啄木終わり。